より早くより遠くへ。戦闘機の発達は第一次世界大戦を機に始まった。それに伴い、フライングクロージングイコール飛行服の研究開発及び製造の歴史が作り出されていく。ここでは試行錯誤のゆえに重要な役割を果たした飛行服の一部をご紹介。 A2 第二次大戦でのアメリカ陸軍航空隊といえばこの A2 ジャケット。パイロットであるエリート感がにじみ出ているスタイルになる。素材はホースハイドで、染色はラセットブラン。パイロットの縫い目によるストレスをなくす、特徴的なセミの一枚かわしたて。これは後に、兵士たちの格好なキャンバスになる。A1。A は陸軍航空隊の下記用の飛行服に付けられたコード。1はその第1号であることを意味する。A2。A1 で使った柔らかな羊皮のケープスキンは、寒さに対しては満足することができなかった。こうした A1 の欠点などを踏まえて改良され登場したのが A2 になる。B1、1931年、陸軍航空隊は、これまでの冬季用カバーオールスタイルから、ジャケットとトラウザーズを組み合わせる2ピーススタイルになった。B2、B1 の胸にあったフラップ付きパッチポケットを、パラシュートハーネスとの不具合のために取り外したものが B2 ジャケットである。 B3 アメリカ陸軍航空機医療委員会が最も力を入れて作ったジャケット。寒さ、特に冬季高高度飛行をする搭乗員の生命維持こそが大重要課題だったため、民間の探検家やエスキモーなどの医療を調べることから始めた。約1年間かけて毛皮のライニングをしたレザーとウール製の電熱式ワンピース型フライングスーツを開発。幾度もテストを繰り返し、 B1 ジャケットと A1 トラウザーズが完成。その後の改良型が B3 である。 M442A アメリカ海軍が第二次大戦の開戦から終戦まで使った主力ジャケット。陸軍より遅れを取った海軍はその分細部まで非常にこだわって仕立て上げた。素材も高価なゴーストスキン、襟を立てた時にしっかりとボタンで留められるボア付きの襟。シングルジップアップフロントで、角が丸くカットされ胸元までのウィンドフラップがつく。全身には、パッチ&ボタン止めフラップ付きポケットが左右2個付き、頑固なイメージを持つ。ANJ4。第二次大戦末期。アメリカ陸海両軍が装備調達の合理化と予算節約のために合同で開発されたジャケット。スペックは AN6553ANJ4 でアメリカ政府モデルと呼ばれる。D1、第二次大戦当時、多くの下士官地上要員や航空機整備員用として作られたエアクラフトメカニック用のタイプ D1 ジャケット。デザインは B6 ジャケットによく似ている。M442A、後に G1 となるこのジャケットの特徴は、セミのバイスイングや脇の下のプレート、袖、腰に使ったウールニットは付け根を強くしたリブラック編みにしてある。G1、M442K のアメリカ海軍フライングジャケットは、スペック55J14 の戦後モデルから、G1 フライングジャケットと命名され、長い歴史の始まりになる。B 点。B 点は冬季用ジャケット A2 からの移行型で、摂氏マイナス10度までの寒さに対応するインターミディエートゾーン用、B9 に続き、布製、1944年を挟んだ数年間は、目まぐるしくフライングジャケットのタイプ名が現れては消える時期だった。それには、羊毛革製から別の素材へと、当時の開発が進んでいた化学繊維のナイロン、もしくは布を使って十分に暖かいジャケットが作られ、それらに切り替える開発部門の動きが反映されていた。 B15 ABC B 点ジャケットの実用テストから兵士たちの要望を取り入れ、素材などを改良したのが B15 ジャケットシリーズになる。酸素マスクなどの変更に伴い改良されたのが B15A ジャケット。基本型は同じスタイルで、
素材がナイロンになり、3素ホースタブ、コードタブ、ペンポケットが改良されたのが BU15B ジャケット。戦後になって新生空軍の誕生で染色がエアホースブルーになったのが B15C ジャケットになる。 MA-1 アメリカ空軍が歴代開発してきたフライングジャケットの中で傑作中の傑作と言われるのがインターミディエートゾーン用タイプ MA-1 である。1950年初めに採用されてから1980年代まで都度改良されながら長期にわたって製造された。 B15 シリーズからの大型ボア付き襟を外し、ニットをつけた時の基本スタイルは変わらず、ミルスペックは6度7タイプのバリエーションが誕生している。